ルールって知ってるか。金をよこせ。勘弁してくれよ、そんな大金。金を払うか、それともここで終わるかだ。大丈夫ですか？ああ、助けてくれてありがとう。ちょっと用心すればあいつらを避けられると思ったのに。あいつらとは誰ですか？ハイエナだよ。ん？お前さんたち鉱山の人間じゃないな。近頃じゃここに来ようなんてやつは滅多にない。ちょっとした野暮用でね。ここで何かあったのか？ハイエナはのさばるし、鉱山で妙な病は流行るしで、まったくどうしたらいいのか。このままじゃお先真っ暗だ。鉱山で流行ってる妙な病気って？なんでこんなことになったんだか。仲間が次々と病に倒れて、今じゃ鉱山に入ろうなんてやつは一人もいない。みんなひたすら特効薬を待ってる。なあ、お前さん、用があって来たと言ったな。なんなら鉱山に案内しようか。ここはハイエナの縄張りだ。危険すぎる。お前さんはどこから来たんだい？ハガードの命令でジンさんに会いに来たんだ。ハガードの特使？お前さんそんな大物には見えないが、ジンさんは誰でも会えるわけじゃないよ。おう、わかった。聞かないでおくよ。こいつです！我らをコケにしたのは！あの二人を捕らえるんだよ！な、ハイエナだ。ついてこい。ここなら安全だろう。すまんな、巻き添えにするところだった。奴らは2週間前にここを占拠した。トールには金を払えだとさ。まったく強盗だな。ジンさんがいつ解決してくれるか知らないが。おっと、鉱山の入り口はあそこだ。ガース、遅かったね。心配で誰かに見に行かせようかと思ってたんだよ。いや、それがさ、ハイエナに襲われてるところをこの人が助けてくれたんだ。この人がいなきゃ今頃はオダブツだったかもな。だから外は危ないって言ったのに。ガースを助けてくれてありがとう。こいつはあなたに会えてラッキーでしたよ。コーエン、この人はハガードから来た特使殿だ。鉱山に用があって来たんだと。ハガードの特使？天上のお偉いさん方も、やっと僕らの生死に関心を持ってくれたんだね。特使殿、鉱山病を治す薬をお持ちなら、見せてもらえます？キーワード、鉱山病を検索中。申し訳ありません。治療薬は持っていません。ゴーエン。この人を困らせるなって。ギルスはキャンプにいるよな。特使殿がジンさんに会いたいそうだ。ふん、ギルスならとっくに来てる。でも下は今大荒れだよ。早く見に行ってあげて。コーエンはいいやつだよ。お前さんへの当てつけじゃないから気にするな。みんな不安なんだ。ギルスに会わせてやるよ。俺たちの親方だ。ジンさんに会うんならこれが手っ取り早い。鉱山のみんなは嫌ってるが、ジンさんの可愛い老いとあっちゃ仕方ない。ベテラン親方のスタークさんが辞めてギルスが来た。みんな言わないが
文句なら山ほどある。コーエンが言っていた、ギルスは8割方ストライキしている仲間たちと揉めたんだろうって。鉱山病の問題が解決しないのに俺たちを働かせようってのか？そうだ、俺たちにだって人権がある。何を騒いでるんだ。おじさんが解決方法を探している。お前たちは仕事に戻れ。口を開けばおじさんか、悪党の手先め。戻ってジンさんに伝えてくれ。病気を治せないなら話はそれまでだ。そうだ、さっさと帰れ。反対反対反対。やれやれ、抗議するだけで問題が解決するなら俺だってとっくにやってるよ。ほら、あれ、あそこで囲まれてるのがギルスだ。あいつがジンさんのとこに案内してくれる。でもあの様子じゃしばらく動けそうにねえな。悪いが俺が案内してやれるのはここまでだ。仲間の病気が心配だから看病する人間を探さないと。わかった、ありがとう。あの、これ何の騒ぎ？あ、お前よそ者か。高山病にかからないうちにとっとと帰った方がいいぞ。感染者が続出してみんなビクビクしてる。それなのに鉱山主のジンさんはまだ採掘を続けろって言うんだぜ。ギルサ、ジン、ジンさんはお医者様を呼んでくれないのですか？俺たちに必要なのは薬だ。あいつら早急に対策をなんて抜かしてやがるが、いつも口だけだ。ほら、今日だって特効薬を配るって言うからここで朝早くから待ってたんだ。それがどうなったと思う？ギルスのやつ、ジンさんの作った薬がハイエナに奪われたとか言ってごまかしやがった。誰がそんな手に乗るかよ。ギルスの野郎は根っからのペテン師だ。今日こそは絶対に白黒はっきりつけてやる。行員たちは興奮状態です。ミアはギルスに詳しい事情を聞くようおすすめします。誰が来いと言ったん？下がれ。ハガードが俺に何の用だ？ハイエナに薬を奪われたんだって？ああ、そうさ。うちの叔父が大枚はたいて開発した特効薬をあいつらに奪われたんだ。薬箱には GPS がついてるんだが、追跡する人手が足りない。まったくどうすりゃいいんだか。下にいるあのバカども、口を開けば文句ばっかりだ。偉そうな口叩くなら自分で取り返してこいっつんだ。俺が薬を奪い返したら、ジンさんのところに案内してくれるか？お前が？ああ、いいだろう。薬を取り戻してくれたらおじさんに会わせてやる。すぐに位置情報を送る。ハイエナが薬箱を持って逃げる前に急いで取り返せ。あの鉄の参道を見たか？貨物を運ぶのにあの道を使っている。途中にハイエナの検問所が。奪われた薬はそこにあるに違いない。Okay.
薬は取り返した。これでいいよな。ああ、それで間違いない。いやー、助かった。あのバカどもにはもううんざりだ。そんじゃ早く薬を配ってあいつらを黙らせてくれ。俺がおじさんとこに連れてってやるからよ。ありがとう。あい、ててトクシ殿、あいつらに何を飲ませたんだ？ギルスからはジンさんの開発した特効薬だと聞いた。みんなの病気が治るといいな。ありがとう。本当に早く元気になるといいな。行員たちがあそこからどいてくれない？みんなを説得してくれないか？よし、ついてこい。俺が帰るよう説得してみる。病気の仲間たちはもう薬を飲んだ。ほら、散った散った。その通り、すでに薬は手配してある。お前たちは仕事に戻るんだ。薬はこれっぽっちか？足りなかったらどうするんだ？薬は手配してあるから焦るんじゃない。面倒を起こす奴はおじさんに言って給料さっ引くぞ。わかったよ、ひとまず信じるか。みんな散った散った。よっ。ああ、やっとあいつらを追い払えた。もうゴリゴリだ。これでジンさんのところに連れてってもらえるよな。ついてこい。お前にはいろいろ世話になった。おじさんだって喜んで会ってくれるさ。その前に一つ聞いておきたいことがある。なんだ？お前確かハガードの人間だったよな。ってことは商売の件でおじさんに呼ばれてきたのか？いや、異常起動したオムニアムタワーを止めるためにジンさんの力を借りたくて来た。ハガードがよこしたのはお前一人か。ああ、それが何か問題でも？いや別に、ちょっと聞いてみただけだ。そんじゃ行こうか。おじさんを待たせちゃ悪い。おかげで助かった。行員たち恩知らずどもめ、誰のおかげで飯が食えていると思ってるんだ。おじさんが鉱山に投資しなかったら誰もこんな荒れ地なんか見向きもしなかったろうさ。確かにここの仕事は辛いが、それに見合う給料は出してる。来たい奴は他にもたくさんいるぞ。ここで働けるのはあいつらにとって幸運なんだ、わかるか？騒いで不満垂れてる奴らを見ろ。本当にクビにするとなったら全員おとなしくなるぞ。おじさんは甘すぎる。俺ならあんな騒ぎを起こす奴はさっさと追い出してるぞ。見せしめにもなるしな。さあ、ここだ。ちょっと待っててくれ。先に話してくる。二人で協力したおかげで盗まれた薬も取り戻せた。うん、よくやったな、ギルス。ハガードの特使殿か。入ってもらいなさい。いや、これはどうも。おいがえらく世話になったそうだね。それで今日はどんな用向きで？
私にできることなら相談に乗ろう。状況は確かに深刻だが、すでに万全の対策は講じた。今は感染者に交代で休みを取らせ、治療法を模索しているところだ。だが、鉱山の運行は止められない。私は慈善家ではない。慈悲や同情心だけでは会社を経営し、大勢の従業員を養えない。工員たちの境遇を理解しようとは思わないのですか？私は世の中というものを嫌というほど見てきた。工員たちの置かれている状況は誰よりも分かっているつもりだ。同情を引く一番の方法は自分を哀れに見せることだ。それくらい君にだって分かるだろう。血も涙もありませんね。徳士殿、それはあまりにも一方的な物言いだ。私は誰にも強制などしていない。金のために働くのも今すぐ出ていくのも彼らの自由だ。違うか？まあいい。ハガードもこんな話をするためだけに君をよこしたのではないだろう。他に何か要件でも？ふん。ハガードはアストロナジーを使ってオムニアムタワーを止めたいのか。助けたい気持ちは山々だが、残念ながらうちのアストロナジーは少し前に盗まれてしまったのだよ。亡くなったと気づいてすぐに鉱山のあちこちを調べさせたが、何一つ収穫はなかった。まあ8割方ハイエナの仕業だろう。あいつらは隙あらば襲いかかってくる。今じゃ鉱山周りの多くの土地が奴らの手に落ちてしまった。だが鉱山内部の状況も不安定で、あいつらに構う余裕がない。そこでだ。困った時はお互い様です。俺がハイエナの相手をしますから、あなたはアストロナジーを取り返してください。これはいい。ならば一番簡単なところから手をつけるとしよう。近頃ハイエナの子分どもが大勢この辺で騒ぎを起こしているらしい。すまないが退治してくれないか？ジンさん、居住区がハイエナに襲われました。助けてください。ここはもう安全だ。他にも侵入された場所はある？徳士殿、ありがとうございます。今のが最後の侵入者だと思います。でも僕たちは浮き足立った住民をなだめて町の秩序を回復せねばなりません。お手数ですが、ハイエナを撃退したとジンさんにお伝え願えますか？
これはご苦労だった。だがもう一つ、大至急片付けてもらいたい問題がある。鉱山上部の責任者アーヴィンから SOS が届いた。彼のいる鉱山積み替え所がハイエナに襲撃されたようだ。積み替え所からの連絡は途絶え、派遣した衛兵隊からは何の音沙汰もない。かなり厳しい状況だ。キャンプの下から直接鉱山の上部に抜ける坑道がある。積み替え所はそのすぐ上だ。幸運を祈る。テキパキ動け。この箱を持って帰ればご褒美だ。またこいつかい？決着はつけないとね。本当に助かりました。ありがとう。あなたは？ジンさんの命令で来た。あなたがアービンさん？そうです。ジンさんから何かことづかってますか？それより、体は大丈夫か？下のキャンプで休んだ方がいい。ケンチ、あなたは体の状態が良くありません。キュッキュッキュッ、休養が必要です。僕は平気です。ハイエナに荒らされた土地を放って帰ったら、ジンさんに合わせる顔がありません。すみません。散らばった鉱石を集めてもらえませんか？僕は設備に損傷がないか調べてきます。鉱石は全部集めたよ。ありがとうございます。でもトロッコの制御台が壊れてるみたいです。ちゃんと動くか検査してみないと。この先にある制御台に行ってトロッコをここまで動かしてみてくれませんか？
休んでる暇はなさそうですね。急いでトロッコの修理をして貨物をちゃんと運べるようにしないと。でもそんな体で動いて大丈夫なのか？大した病気じゃありません。大丈夫です。あなたが情報を下に届けてくれたら仲間も手伝いに来てくれるでしょう。薬はすでに服用されましたか？薬は何の病気かもわからないのに効く薬なんてありませんよ。ここでは治しようがないと鉱山のドクターノーリも言ってました。まあもともと期待なんてしていませんが。じゃあギルスが持ってきた薬は何だったんだ？あなたのおかげで助かりました。早くジンさんのところに報告に行ってください。後のことは僕一人で何とかします。くれぐれも気をつけて。詰め解除の件は解決しました。アービンさんは今後処理をしています。特使殿、また世話になったな。ジンさん、帰り際に聞いたのですが、今回配った特効薬はあまり効き目がないようですね。あれは特効薬などではない。効き目はゆっくりだ。でもないよりはマシ。そうだろ？なぜその事実をみんなに伝えないんですか？私は彼らの求めに応じて薬をやり、彼らは希望を胸に仕事を再開する。利害が一致しているのだから何も言うことはない。もちろんうちの研究室で薬の開発は続けている。だがこれは未知の病だ。全てゼロからの出発になる。特使殿、新薬の開発には金がかかる。それも膨大な額のだ。あなたは自分が何をしているか分かってるんですか？特使殿、その正義感は素晴らしいが、君より私の方が南極の舵取りに通じている。さてと、そろそろ君が食らいつきそうな話題に移るとしよう。キャンプの周りに数箇所ある観測センターからデータを回収した。幸運なことに、盗まれたアストロナジーの行方が分かったぞ。やはり思った通り、ハイエナの仕業だ。今頃ブツはすでに奴らのボス、感触持ちのルキア女子の手に渡っているはずだ。人呼んでハイエナの女王だ。大勢を率いて山頂にアジトを築いている。かなり厄介な相手だ。奴らに対抗するために、私は大金をはたいて、賞金ハンター、アイアンシェル、ドクターハリも雇った。彼は有名な整備士だ。協力してことに当たるといい。ハリムは山上にいる。彼には、特使殿がそちらに向かうと伝えておくよ。ハガードから来たってのはお前か？
おっと、悪い。人と話すのが苦手なんだ。許せ。要件はジンさんから聞いてる。お前、なかなかのやり手だそうだな。助っ人が増えるのは構わんが、ドジ踏んで俺の足を引っ張るなよ。とりあえず状況を教えてください。ハイエナの女王は今どこに？あの狂った女か。どうせアジトでダラダラしてるんだろ。中の様子は俺にもわからん。どこもかしこも手下のパトロール兵だらけだからな。どうするって、設備の調整を続けるに決まってるだろう。お前、俺がなんでアイアンシェルって呼ばれてるか知らないのか？お前らみたいな荒っぽい人間はすぐに力ずくで物事を解決しようとする。だが俺は違う。技術の力が頼りだ。この任務のためにデストロイヤーというメカを作った。まだテスト段階だが、あと何日かすれば。あ？なら何か？今すぐ突撃しろってが？言っとくが、それは無理だ。金をもらう以上は働くが、金のために命を捨てるのはまっぴらごめんだ。準備ができるまでは、てこでも動かないぞ。それとも、お前一人で無謀な賭けに出る気はあるか？自分でメカを操って突撃するっていうんなら、技術的なサポートはする。どうだ？お、なかなか話がわかるな。でもその前に、デストロイヤーの起動に必要な大量のエナジーを見つけてこい。ハイエナの縄張りの中なら、どこにでもある。そこのロボットアームを貸してやるよ。雑魚の相手なら楽勝だが、あの狂った女にだけは気づかれないようにしろよ。よし、そんじゃ働くとするか。これには特殊な改良を施してやる。絶対満足するはずだ。エナジーはこの辺りだ。あの狂った女に気づかれないように素早く戻ってこい。Oh!
シーは大体集まった。戻ろうか。あいつらに構う必要はない。戻ってきたのか。うまくいったようだな。デストロイヤーの準備も終わった。エナジーを装填すればいつでも動かせるぞ。だが出発の前に条件について話しておきたい。お前はアストロナジーのために来たんだよな。ちょうどいい。俺もいつか本物のアストロナジーを見てみたいと思ってたんだ。アストロナジーが手に入ったら、ちょっと拝借して調べさせてもらっていいか？もちろんいいですよ。こりゃいいや。それじゃあ、メガにエナジーを充填してくる。お前はエナジー機器のスイッチを押してくれ。エナジー設備のスイッチをオン。デストロイヤーの起動に備える。準備ができたら座ってくれ。ハイエナの女王のアジトまで送ろう。無事を祈る。
を倒しただって？それは愉快だな。だがデストロイヤーのコアが加熱気味だ。回収しないと。あとの奴らはお前が何とかしてくれ。俺はバリアを閉じてアストロナジーを持ち帰る。ここの英雄の凱旋だ。これで俺もジンさんのところに報酬をもらいに行ける。その前にアストロナジーをしばらく預からせてくれるって約束だよな。気が済んだら返すからよ。心配するな。俺は人に好かれるタイプじゃないが、信用は絶対に裏切らない。もうしばらくここに滞在するつもりだ。頃合いを見てまた会いに来い。フランツさん、遅いよ。フランツさん、新しい情報はありますか？いい知らせはない。鉱山で流行ってる病気のことは君も知ってるよな。何か発見はあったか？ジンさんが全く新しい未知の病だと言ってた。彼の部下が今、治療法の研究を進めてる。それと本人も、行員たちに配った薬に効果はないと認めた。でもあの人、どうも何か隠してる気がする。どこが問題なのか、まだ見つけられていないけど。俺は他の手がかりを当たってみるよ。君たちはギルスから目を離すな。何か分かったらすぐに連絡をくれ。ジンさんの薬をハガードに送って調べてもらった。そしたら、意外なものが見つかった。ウイルスの DNA 断片は人為的に編集されていた。その中にはある特定の遺伝子配列が含まれていた。簡単に言うと、薬を服用した者の遺伝子が一定の影響を受けるんだよ。しかもドクター・ヘンリーがアイダの子の生物サンプルを分析したところ、相同性を持つ DNA 配列を見つけた。つまり薬はアイダの子と関係してる可能性が高いということさ。アイダの子、遺伝子操作、それがジンさんの狙い？まだジンが関与してるとは断定できない。薬の開発と製造の責任者はギルスだ。あいつがジンに隠れてアイダの子とつながってるみたいだな。それと便実で同じ薬を売ってる奴を見つけたよ。鉱山から仕入れたらしい。この件にもギルスが関与してると見て間違いない。まずは便実に薬を提供した張本人を探し出そう。君はこの辺りを調べてくれ。ヤブヘビになるといけない。
ジンの手下と接触しないよう気をつけるんだよ。いや、見慣れない顔だね。新入りかい？僕はもうここに暮らして数十年になる。誰が新入りかくらい一目でわかるさ。何か聞きたいことがあるようだね。うん、行員の中でよくベンジスに行ってる人はいないか？ベンジス？一番よく行ってるのはクリスだろうな。あいつガキの頃から落ち着きのないやつだからさ。まったく、あいつは時々質の悪い鉱石を盗んでは売りさばいてるって噂だ。一度も捕まってないから真偽のほどは不明だがな。記録、クリス犯人である疑いが濃厚。あの、俺をベンジスに案内してくれそうな人を知らない？ベンジス？何しに行くの？長年ご無沙汰の友達に会いに。へえ、ベンジスって賑やかな街なんでしょ？私も行ってみたいな。でも、クリスおじさんが往復するとかなり時間がかかるって言ってた。クリスおじさんって？クリスおじさんはここで婚姻をしてるんだ。でもいつもベンジスで面白いものを買ってきてくれるから、私おじさん大好き。一緒に連れてってって頼んでもおじさんは危ないからダメって言うの。私がもうちょっと大きくなればいいのかな。記録、容疑者クリス。君、ハガードの人なんでしょ？ああ、何か用？いきなりで悪いけど、俺たちを助けてもらえないかな。高山病のせいでみんな追い詰められてるんだ。そうか。俺たちも調査は進めてる。でも、感染の拡大を防ぐには人の出入りを調べる必要がある。最近ベンジスに行った人物に心当たりは？ベンジス？俺みたいな一階の行員が知るわけないだろう。外部との取引は全部ジンさんの仕事だ。はあ、みんな一攫千金を夢見てここに来たのに、これじゃ揃いも揃ってのたれ死にだよ。ほっ！おい！そう、そこのお前だ。新入りか？あのさ、近頃鉱山の様子がどうも妙なんだ。採掘の時に神様のたたりに触れたって噂だぜ。だからよ、このお守り買わねえか？安くしとくぜ。なんだ、信じないのかよ。じゃあいいや。ほらこれ、開発されたばっかりの新薬だ。鉱山病は治るわ、予防にもなるわで、ベンジスのお偉いさんにも大評判だ。ん？最近行員たちに配られた薬ってこれのこと？そうだ、ジンさんとこにももうほとんど在庫はないそうだ。今買っといた方が安心だと思うぜ。じゃあなんでベンジスでも売ってるの？そりゃ販売ルートは多い方がいい。ぐちゃぐちゃ言ってねえで、買うのか買わないのかどっちだ。ただちょっと不思議に思ってさ、なんで感染者のいないベンジスで薬を売る必要があるわけ？お前一体。あ、ジンさん。ジンさん、ジンさん、どうしたんだ？クリスが逃げました。
やめろ、やめてくれ、話せばわかるって。その薬は一体何なんだ、白状しろ。わかった、わかったから。薬は確かに俺がベンジスに打った。でも俺はただの使い走りだ。誰に雇われた、ジンさんか。まさかジンさんにバレたら殺される。ギルスさ、売った金の3割をやるって誘われて、つい。薬の入手ルートは、ギルスはなぜ薬をベンジスに売らせた。それは直接あいつに聞いてくれよ。俺が知ってることはもう全部話した。俺だって怖くてそんなこと聞けねえよ。言っておくが、ギルスに告げ口でもしたら。わかったよ。今日のことはなかったことにする。ジンさんはギルスがベンジスに薬を横流ししていたとは知らなかったようだ。でもまだ薬の入手ルートはつかめていない。うん、ギルスとジンさんは必ずしも一枚岩ではないようだ。まず攻めるとしたらそこからだな。ギルスの弱みを握れたら優位に立てるかもしれない。この件はひとまずジンさんには黙っておこう。次の作戦に移るのは動かぬ証拠を集めてからだ。俺は他の手がかりを当たってみるよ。君たちはギルスから目を離すな。何か分かったらすぐに連絡をくれ。了解。あなたも気をつけて。俺はまだやることがある。誰も入ってこないように見張ってろ。こっそり後をつけましょう。発見されないように距離を保ちまし。しっかり見るんだぞ。怪しい奴がいたらすぐ知らせろ。
リスがあと何回かやってくれれば俺は。記録、ギルスが薬物の闇取引に関与した証拠です。お前らが、えへ、早くこいつらを捕らえろ。えへへへへお前ら。記録、ギルスと盗品の画像を証拠として保存。何を言ってるんですか。画像採集完了。これからジンさんに送信します。ちょっと待った、やめろって。俺はただおじさんに隠れて小銭を稼いでただけだ。別に悪いことはしてない。いや本当だって。高山病が流行り始めてからベンジスでも感染に怯える人が増えてきた。それで特効薬の話を聞いた人たちが信じられないような大金を出すって言ってきたんだ。そんなうまい話乗らない奴がいるかよ。それでクリスに分け前はやるから運送のついでに向こうで売らないかと持ちかけた。それのどこが悪い。その薬の中になんでアイダの子が開発した特殊ウイルスが入ってたんだ。アイダの子のウイルス。しらばっくれるな、さっさと吐け。いや本当に知らないんだって。薬はおじさんが開発させたものだ。俺はただ荷物を受け取って下の奴らに配っただけ。荷物を受け取った場所は、相手は誰だ。薬はサザンビーチのあたりに届いた。そういえば受け取るときちょっと妙なことがあった。おじさんが絶対に一人で受け取りに行けってしつこく言ってきた。そうしないと相手が姿を現さないって。まさかその相手がアイダの子だったのか。いや誓って言うが俺は何にも知らない。あとはおじさんに聞いてくれ。ミアはここでギルスを見張ってろ。俺はサザンビーチを調べてくる。ギルスが言ってた受け渡し場所はこの辺りのはず。こいつだ、かかれ。しまった、罠だ。
は逃走しました。ミアは見張りに失敗しました。ミア、何があった？アイダの子が鉱山に侵入してきました。ギルスが連れて行かれるのを止められませんでした。ギルスの奴にまんまと騙された。サザンビーチに行ったらアイダの子に襲われた。これからどうすればよいのでしょう。少なくともギルスとアイダの子が手を組んでるってことははっきりした。ひとまずフランツさんに報告しよう。俺たち揃いも揃って不調だね。ギルスに逃げられたのはもう知ってる。俺の方も大した収穫はなしだ。それとアイダの子がアストラ島で妙な動きをしてるとの情報が入った。近々大波乱が起きそうだ。鉱山の件は君だけが頼りだ。俺はミアと一緒にアストラ島に戻ってアイダの子の動きを調べてみる。ミア、君は喧嘩はできないけど地形については俺より詳しい。それにシェルターの事情にも通じてる。アストラ島よりここの方が心配だ。ギルス逃亡の件はジンさんももう知ってるはず。俺たちのターゲットは彼の甥だ。ジンさんの協力を得られなければこれからの仕事がやりにくくなる。でもまだジンさんの立場がはっきりしない。直接甥を引き渡せと頼んだらやぶ蛇になりかねない。彼に薬の製造地を尋ねてみるといい。ハガードとの決裂を回避したいという思惑があれば協力してくれるはずだ。薬の開発と製造はギルスの担当だ。その線を追えば何か発見があるだろう。とにかくここは君に任せた。くれぐれも用心してくれよ。どうかお気をつけて。ミアもできるだけ早く戻ってきます。徳士殿、ギルスの件では大変申し訳ないことをした。私の監督不行き届きで余計な面倒をかけてしまったね。今度改めてお詫びをさせてほしい。行員に配った薬の大半を回収し、服用した病人たちにも専属の看護人をつけた。まったくお恥ずかしいところを見せてしまったよ。ジンさん、薬の製造状況を調べさせてください。アイダの子が関与した理由を知りたいのです。薬の開発と製造は我々の重要な研究拠点であるエリア4で行われた。私はギルスに監督権を与え全てを任せていた。まさかそこまで信頼していた甥に裏切られるとはな。すでにエリア4からの連絡は途絶えた。どうやらアイダの子の手に落ちたようだ。調査はくれぐれも慎重に進めたまえ。場所を教えてください。エリア4は鉱山の頂だ。貨物用エレベーターを使えば直接上層部のデッキに行ける。エレベーターが正常に動いていることは私の部下が確認済みだ。それと無理を承知で頼みたいのだが、ギルスの行いは許されることではない。だがあんな奴でも私の甥だ。どうか。わかりました。俺が欲しいのは真実だけです。ギルスの身柄はあなたに引き渡します。徳士殿、寛大な処置に感謝するよ。
道は塞がれてしまった。上に重要なものがありそうだな。上に行く方法を探すか、それとも戻ってジンさんに聞いてみるか。ジンさん、アイダの子にエリア4の入り口を封鎖されました。他の行き方はありませんか？ほう、ギルスのやつ、私に背いて上にどっさり秘密を隠しているようだ。エリア4は建設当初、秘密保持と安全性に配慮して一箇所しか出入り口を設けなかった。ギルスはその点をよく理解しているはずだ。だが入り口を封鎖したとなると、残念だが無理やりこじ開けるしかなさそうだ。あるいはハリムに頼ってみてはどうかね。あいつなら君を上へ送り届けてくれるはずだ。だがあの性格からしてただというわけにはいかない。あいつが報酬を求めてきたら私の方にツケを回してくれ。元はといえば身内の不始末だ。私にも責任はある。ならば私はここで君の帰りを待っているよ。やっと来たか。アストロナジーは十分堪能したから返す。ハリムさん、一つお願いがあってきました。お願い？もちろん構わんが、高くつくぞ。金は持ってきたか？ジンさんが払ってくれるそうです。へえ、ずいぶん気前がいいじゃないか。それなら話が早い。それで俺に何をしろと？エリア4に入りたいのに入り口が塞がれて困ってるんです。他のルートを探してもらえませんか？エリア 4？ ああ、あの山頂の怪しいとこか。よし来た。ここにエアモビリティがある。これで飛んでいけば一発だ。むやみに触るなよ。こいつはまだ調整も終わっていない。お前が真っ逆さまに落ちるとこなんか見たくないからな。はっほっ。ああ、絶対に触るな。お前が落ちたって構わんが、俺の宝が壊れたら大変だ。着いたか。ドローンを戻らせないとな。やっと衛兵をやり過ごした。あたりを見てみよう。
また制御台に触ったのは誰だ？またお前だと？誰が侵入者だ！いけないものを見たんだ。生きて帰れると思うなよ。そいつを逃がすな。俺の傑作を起動してやる。お前のために用意したんじゃない。が、余計なことに首を突っ込むとどうなるか、思い知らせてやる。これは、モンスター。
ギルス止まれ。早くあいつを止めるんだ。今日のところは見逃してやる。待ってろ。徳士殿、うちの出来損ないのお湯を取り逃がしたようだね。アイダの子に連れ去られてしまいました。ふん、つまり私との和解は諦めてアイダの子に寝返ったとは。実に残念だ。仁さん、差し出がましいようですが、今回の件で何か隠してることはありませんか？徳士殿、それはどういう意味かね。あなたはここで長年事業をなさってますよね。ギルスがアイダの子と手を結び薬を横流ししたこと、本当に気づかなかったんですか？高山病の真相やモルモットにされた行為について、あなたが何も知らなかったとはどうしても思えないのですが、それとも本当はギルスの行為を黙認されていたとか。徳士殿、私とアイダのこの関係を疑っているのかね。私はただの小物だ。この鉱山だけが私のすべて。ここを守れるなら他には何もいらない。ハガードにもアイダの子にも歯向かうことなどできない。だからこんな時は誰かに自分の代わりに決断を下し、責任を負ってもらわねばならんのだ。つまりリスクを分散させたいと。徳士殿は聡明な方だ。だがあまり知った風な口を聞くものではない。このボロ鉱山のことは私が一番よく知っている。今の話をそのままハガードに伝えていいですか？好きにすればいい。だが伝え方には少し配慮が欲しい。お礼に面白い手がかりを提供しよう。ギルスを連れて行った奴らについてだ。まだその答えが知りたいのなら、ポラント雪原で運試しをしてみるといい。妙だと思うか？こんなところで長年事業をしていると自然と独自のルートができるものだ。だが悪いが、これ以上は話せない。壁に耳ありという可能性もある。雪原に小さな集落がある。ボスのカルロスは私の友人だ。そこに泊めてもらうといい。仁さん、情報ありがとうございます。ではこれで私もまた新しい現場監督を選任せねば。